い、どうもビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。はい、ということで本日なんですけどもね、まあ今回はね、ちょ普通にリアタイしていくんですけども、サムネでもね分かるようにね、ちょっとこちらの企画を裏企画でやっていきたいと思います。ブセニッツリアタイで使ってみたです。はい、ブセニッツ、はい、僕前までブニセッツって呼んでましたけどね、ブセニッツらしいです。はい、ブセニッツね、なんでお前ブセニッツ使うんやという声が多分今かなり寄せられてると思うんですけども、ブセニッツね、この高速チェンジアップっていう急所を持ってるんですよ。まあね、多分おそらく過去は金子選手が持ってたんかな、ちょっとわかんないんですけど、ブセニッツしかもシリーズ1の S ランクしか出たことないんですよ。 A ランクとか出たことないので、多分持ってる方そこまでいないんじゃないかなと思って、でこの高速チェンジアップの変化の仕方がちょっとね結構鬱陶しかったんですよ。でツーシームも持ってるんで、なんかツーシームと高速チェンジアップが若干見分けつきにくいんじゃないかなって個人的には思ってるんですよね。ちょっと投げてこられた時に、まあリアタイでは当たったことないんですけど、まああのコンピューターとかでね投げてこられた時にちょっとね分かりにくかったので、ちょっとブセニッツ使ってみたいんだなと思ってます。で先発はもちろんサトカバル、うん、あの BAR の方ね、ソトコバーね、うん、BER はソトコバーやけど、 BAR はソトコバーやから、うん、エスコバーのバーが BAR だったんで、はい、そちらとかけてみましたみたいな、うん、感じでやってますけども、はい、しかもちゃっかり調合にしてるっていうね、うん、まあもう通用しなくなって対策されてきたらもうねベンチにやりますんで、とりあえず今通用してる間だけソトコバ選手入れとこうかなと。ソトコバ選手ってなんかソトコバの発音で言いましたけど、まあソトコバはブニセッツの系統でいきたいと思います。はい、ソトコバブニセッツの系統でいきたいと思います。なんか何々クリニックみたいな歯医者みたいな名前になりましたけどもね、うん、まあそんなボケてる間に早速やっていきたいと思います。では行きましょう。はい、高校からですね。はい、高校ソトコバ選手からです。はい、ラッキーです。さあどうですか、この前の動画からね、いつ上がってるかなこの動画、ちょっとわかんないですけど、この前の動画から初めての先発です。なのでちょっと通用するかね、ちょっと日立ってますんでね、日立ってるって言っても1日しか経ってないけど、この撮影はわお初球捉えられました。まあ張ってたんでしょうね、うん、大丈夫大丈夫、通用するから外コバ、うん、外コバなめんなよ、ほら大丈夫大丈夫、相手の方結構打率高かったからな。よしよしよし、通用してる通用してる通用してるぞこれは。よし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 、ソトコバ選手健在健在です。はい、大丈夫です大丈夫です。これちょっともう1回投げたい、ブセニッツね2回に継投したいんですよね。よし、ゲッツ、うわーゲッツでもよかった。うわすごいな今のカブレラ選手の能力の発揮の仕方。さあ通用してます、末恐ろしいほど通用してます。これ貼られたらいかれるんですよこういうのも。多分ね相手の方今迷ってると思うんですけど、これ球を貼れば多分打てるんですよね。うん、うわ迷ってるな、マジか。ちょっと待って、めっちゃ強いやん。ちょっと2回ブセニッツ継投したいので、ちょっとこの回はちょっとちょっと程よく打っていきたいと思います。はい、ここで点入れると、あ、ちゃうわ、投げれるわ。あ、そうや、2回の表あるやん、点入れとこ、うん、点入れときます。ちょっと真剣にやりますね。はいうわー真剣にやって、これちょっとブセニッツ継がしよう、ブセニッツ、え、どっちやったっけ、ブニセッツやった、どっちやったっけ、もう忘れたもん、名前ややこしいもん。オッケーオッケーオッケー、ちょここしっかり点取っていこう。9回の2回の裏に突入になるから、ブセニッツ2回またが高くなるから、0点やったら途中で継投したらね。オッケーオッケー、ボール、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス、なんかホームラン打てそうな気してきたマジで打ったマジで打ったやば有言実行の男パート2です。はい、この前の有言実行見ました、何やったっけ、サプライズ小林選手のあれか、ホームラン打って有言実行したんですよね確か。うん、懐かしいね、懐かしいってか2日前の動画やけどね。 OK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 、 いいよいいよ、あれあれまだあるよ、まあ、ちょっとここいっぱい点取ろうかな、マジでブセニッツまでもったいぶらすとこの動画。ああさあ次よ、貼られたらいかれるからな、まあこれ点取られてもしゃあないな、1点は覚悟、マジ1点は覚悟、外コバブニセッツですよ。はい、継投します、ブセニッツいきます。さあ来ました、ブセニッツどうなるか、 D ランク抑えれるのか。さあ高速チェンジアップいきましょう、初高速チェンジアップです僕。おおマジでいけんちゃん、ブセニッツ D ランク、いやこれはしゃあないやろ、うん、これはしゃあない、相手詰まってたからな。オッケーオッケー、けどねワンポイントリリーフなんですよおそらくブセニッツやるとしたらあんまりね目鳴らしすぎるといかれる、オッケーオッケーオッケー、目鳴らしすぎるといかれるからね、いけ高速チェンジアップ、えあと1球、あと1球高速チェンジアップで終わらそうぜ、いけほら、よしよし、あか、体力がやばい、
ちょっと待って、通信体力がないわ、D ランク。オッケー、オッケー、プセニッツ最強。はい、ということでまた高校ですね。今回はね、ニセニッツです。はい、2試合目のプセニッツ、ニセニッツです。で、大野雄大投手強いので、大野雄大投手でやっていきたいと思います。はい、相手の方打率4割ちょいですね。まあ4割ちょいの方やったら大野雄大選手全然抑えれるんでね。まあ言い方悪いですけど、まあこれは辛く言っていきますよ。うん、辛さマックス、ハバネロみたいな言い方しましたけど、ほら、うん。でね、このフォークをね、ツーシームやと勘違いして振るんですよね。渋い、ツーシーム狙ってさやな。これ甘いね、配球これ。うん、甘浜や、配球がしゃあない、もうこれは。ほら、おっしゃい、ツーシーム。多分今ツーシームのとこにカーソル置いたんじゃないかな。雄大投手、来年はマジで期待ですよね、ほんまに。このツーシーム A がどんだけ脅威かで、伸びついてるんですよ。うん、マジで強い。大野雄大投手、今着々と限界突破進んでおります。なぜなら中日の A ランク自チームしか引いてないんで、僕自チーム契約書 A ランク中日しか引いてないんですよね。だから大野雄大投手も自然と着々と集まってきます。はい、ってことで打撃です。まあ結構僕の動画見てる方、リアルタイム対戦始めたてとかいう方いると思うんで、結構僕の動画とか見て使える投手使えてない投手結構僕はっきり分かれてるんで、参考にしてもらいたいですよね。まあ結構もう上位の方とかはあんま見る必要ないかもしれないけど、まあ上位の方は僕の動画面白いな程度で見てください。あんま向きに並んどいて。で、まあ結構配球とかも僕別に意識してないんですけど、まあ真似してもらったら抑えれたとかいう声がいただいて嬉しいですね。ほんまにね、ちょっと集中、ちょっとこの打席、またさっきみたいにホームランを出してもうてええですか。うん、オッケーオッケー。カットボールね、初球カットボールか、いい入りだね。オッケー。はい、もうボール2個続いたらもう次の球は絶対ストライク入れに来るっていう修正が。パシ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 フィックリーグ、マジでだるいわ、ほんま。やばい、打たれへん。え、ちょっとまだ涌井投手伸びついてる、球速いねんけど。いや、落ちて、頼む。うわー、キッズ。ちょっとここね、ブセニッツ体力ないのでワンポイントとして見てくださいね。はい、ブセニッツ体力ないからこれついだら終わるわ。よし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 、こっから継ぐ。3人は相手できないんですよ、ブセニッツ。ここ継ぎますね。大野雄大投手マジで強いわ。はい、ブセに着きました。2試合目のブセニッツ、ニセニッツです。うわー、削られる。これ変化量マイナス1じゃなかった時の高速チェンジアップ見てみたいけどね。よしよしよし、いいねいいね。初手は打てないよ。うん、初手は打てない多分。いやけどこれね、やっぱ変化量マイナス1ってのがきついかな。ちょっとね、ブセニツの S ランク持ってる方報告お願いしていいですか、どんな感じか。いや強いわ、強い強いけど抑えれてるからね、これ。こんだけね、能力削られてるんですよ。で、ここでピュッとね、ツーシーム。あ、もう体力ないわもう体力あらへんわ。おおちょっと待って、ブセニッツ将来期待せえへん、みんな。ブセニッツ将来期待しようぜ、皆さん。将来っていうか、もう近い将来出ると思います。え、濃厚っすよね。おお、え、ブセニッツ残留濃厚っすよね。ちょっとここホームランで終わりたい、マジで。いや、マジで欲しいな。いろいろ球種増えて欲しいですけどね。うわ、やば。ちょっとホームランでかっこよく終わりたいのに。いろいろ球種増えてさ、活躍してほしい。プロスピでも。オッケー。ちょ、涌井投手打ちにくいねんけど、地味に。それさえに達人しよう。オッケー。フォークね。何カットフォーク来たか。オッケー。オッケー。カットフォークカットね。了解。こういうの頭に入れておきながらつんすね。え、やば、ちょっと待って、それは予想してんかった。僕読みなんすよ、配球。 OK、 2-3 かー、ストレートかなー、詰まってるし俺結構。あー、シュートやったか。さあ、王監督マジで俺スピ解放しようかな。今年出るんかな、 OB 王監督。ちょっと知ってる方情報いただいていいですか。王監督出る、 OB で出るんやったらスピ解放もったいないからさ、取りに行くし。いやー、もうこれちょっとボール多いな、逆に絞りにくい。 OK、 回るなよ回るなよ。おお、なんか最近暴走癖あるからね。ちょ、うわー、サプライズ全か、サプライズ全かった。さあ、皆さん欲してるでしょ、マサティカピッカ。ファンミーティング行こうかな、マサティカの。大阪であるみたいなやつ、天王寺で。え、経営キッズキッズ
次誰？おいおいちゃん。よっしゃ、絶対打つ。あ、ちょ、あ、松田選手だ。え、申告？申告？うわー、野田選手めっちゃ強いんですよ。皆さん、野田選手持ってる方、絶対使った方がいいよ。うわ、めっちゃ出たな、能力。野田選手マジで強いから、スプリット。このツーシームとスプリットの変化量の差がね、やっぱ集中しないとゲッツになる。これね、オッケーオッケー。え、マジか、ボール球やったし、しかもツーシーム C ありますからね。しかもえいえい。はい、ということで山田おいおい選手最強ということで、山田おいおい外コバブセニツ外コバは最強ということで終わりたいと思います。ビップでした、ありがとうございました。